僕たちの遊び場肉体年齢バトル。まあね、2.5 次元入るということで、みんな体力に自信がある。うれー、体力じゃないの、暴力、はい、あなたやつが暴力、はい、はい、うわ重力、はい、うわーすごっ。さあ、今回は、肉体年齢を測定できる機械がこれなんで、はい、それでもう全部バレます。今回だけなんで、お、今日先を外し食べちゃった。いや、今日先を外しお前何個言った。それでダイエットって言えたな。でもそれで別にその一切年取るとかないでしょ。でも結構鍛えてんの。鍛えてますけど、別にそんな自信はないけどな。1年ぐらいから行ってみようか。俺めっちゃ頭いい数値出ます。ほんと体重と、いくみ何年前、脂肪96年です。タニタすごいやん。身長は183.5。183.5。すごいな、精密やわ。いや、カメラ自分いい。すごい、14.3。筋肉量 51.5。 え、50キロもあるときに。あ、なんで新陳代謝が出て。新陳代謝の新陳代謝、体内年齢18歳。すごい。伊坂育美18歳。しょいいんじゃ、いいかもしれないです、これ一発目で。でも18歳ってそんな動けるか。一番動ける体じゃないですか。この機械です、18ちゃうか。そもそもやけ132cm。 マジ9番ちょっと持ったから、ほんま牛乳とか最近なんかやってることとか。最近はかパーソン10に変わってるんで。おパーソン全然違うと思います。あ、じゃあ予想何歳。予想17ぐらいいっちゃうんじゃない。お体脂肪率 15.8。 牛乳こういってろ、いけるのか。足の甲こんなに高いの。筋肉量50。内臓脂肪 4.5。 世界一は1511。くのお、体内年齢19歳。まあ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 、いいでしょ。でもやっぱ一組がすごいやな。すごいね。でも年齢分、そう、多分単純年齢分の可能性。ああ、なんか乗ってくないな。やだな。ちょっといい記録が先に出てます。なんか後々行くほど怖い気がする。これ182cm。 めっちゃ盛り上がる。165なるかな。お前本当のこと言う。え、本当5です。プロフィール6だけど。はい、最近ちょっと仕事でロケ弁ばっか食べてるので許してください。さて、ゆうたろうの先の外しが来て。あ、これ119ですね。体脂肪率。あ、少ない。少ない。筋肉量 43.9。 あ、少ない。内臓脂肪が 1.0。 少ないな。全体差 1309。 お、お、18歳。なんか僕言うな、あんま言うなよ。僕らのことあざ笑ってないこいつ。ほんま？うん、次僕行きますよ。ああ、なんかさ、まあでも動いてる方ではありますからね、20代にしては僕たち。そうね。84.3。うんな。4.3か。持ってるよね。でも僕178cmが一番持ってる身長だと思うんです。何言う？どうですか？どうですか？あ、意気込みか。最近やってること。最近。アップさせてます。アップさせて筋力を、筋力アップさせて、筋力量には自信があると思う。でも本の中で一番多い。確かにね。多いと思うよ。60キロぐらいあってほしいな。おー、確かにね。いきます。お願いします。どうやって測るのこれ。体脂肪率 16.7。 まあ一緒ぐらいか。全然一緒ぐらい。今すぐらいパンツ透けてない。筋肉量59.9。俺のパンツ透けてるの。いいんだよ。はい、内臓脂肪 7.0。この後来るよ、この後来るよ。会社いいんじゃないですか、これは。おー、すごいよ。19歳。あれ、うん、それぐらいさん、どうしよう。めちゃくちゃ暗い。今のおじさんの目に作った。まあでも、元々32ですから。31、169。本当に？お前、マッスル取り越えの名にかけて。お、よし。さあ、予想何歳？分かってやな。左足がサンダルズレみたいな。恥ずかしいことなんといてな。サンダルズレ、ちょっと、さあ行きますよ、この後次行きます。35。うわ、体内年齢28歳。うわ、やばいな。うん、そうじゃないですか。ごめん、本当にありがとう。ね、そうやろ、今、はい、怖かったよ。いや、怖かった。あの、シャンさんちゃった。うん、この企画、ボツになるかもしれないと思って。救ったったい。体内もコントロールできる役者にならたかんよっていうこと。すごい。いや、ぶっちゃけ、ショックやな。あの、
酒です。でも、30歳若いもんね。まあでもね、28歳が19はすごくない？すごい。すごいな。やっぱ頑張ってる証拠ですよ。ごめんなさい。カンペを読ませていただきますね。今回、長老だった人は、ひくみ考案のおじいちゃんプレイをしていただきたいと思います。あらららら ら。一旦じゃあ、その、デモンストレーションの方行くんですよ。ギ、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 ギ。おじいちゃんと一緒にチクタクチクタク、おじいちゃんと一緒にティクタクティクタク、年は取るんじゃ。まあそんな感じで、はい、これはマイルドの方ですね。確かに優しいですね。もっともっとおじいちゃんってことね。じゃあおじいちゃんプレイ、3、2、1、ゴー。ギギギギギ、おじいちゃんと一緒にチクタクチクタク、ギギ、おじいちゃんと一緒にチクタクチクタク、ギギ、おじいちゃんと一緒にチクタクチクタク、年は取るもんじゃ、だが頑張れば毎日バランスできる。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。遊び場漫画プロジェクト、なんと今日はですね、冒頭7ページの下書きを公開するということで、すごい、やばい。だからいわゆるなんていうの、ネームネーム、なるほど、違う漫画家で言いますね。じゃあその7ページね、下書き公開お願いします。うわー、あ、本当に。じゃあもうネームのこれだ、1ページ目じゃない、1ページ目これなの。青山健介、腹立つな。なんかソファーの上で足立っちゃって。あれ、待って待って、僕真ん中ですか。どうでしょう、めっちゃ青山の。え、トリッピーだけ立たされてんの受ける。ほんまや。あ、これあれやん、最初のソファーってこと。あ、そっからってことか。やった、俺が。え、だとしたらいい。なんでお前、俺が立ってんねん、お前。あかりさん、すいません。ケンスケってスペース取りすぎじゃん。確かに。いや、でもかっこいい。推しだな。あ、すごい、見て。面白そう、もう。アイドルや芸能人、キャラクターなど、自分の好きな存在をあらゆる形で応援する。それが推し活。推し活。経済効果の高さから、推し活の推進を国家プロジェクトとした日本政府は。日本政府とかないの？全国に芸能高校設立。俳優か声優か、アイドルかな、からなる。あ、ちょっとちょっとちょっと。今のお前めちゃくちゃおもろかったね。こんな好きって言うのって言うじゃん。俳優か声優かアイドルかなどからなる芸能高校には、校舎内の至る所にカメラが設置され、生徒の様子を日本全国に配信。それを見た国民が推したいと思った学生に月一で投票。あ、そう、高校生活が見られる。なるほどね。すげえ。面白い。それはすごいわ。毎月途中経過が発表される。すごい。得票数は学校ごとに年に一度集計され、投票結果で上位4名 S4 になると、その1名グループとして学校や政府のやってんな協力により舞台やメディアへの露出機会が増加、芸能事務所の目に留まりやすくなり、本格デビューの道が開けるのだ。へー。多くの生徒が S4 を目指し努力する中、神奈川県にある〇〇高校俳優科に特に注目を浴びる4人がいる。おお。わあ、来た来た来た、ドン、青山健介、ドン、河合ゆ太郎、ドン、堀井由紀、ドン、大江郁美。うわ、すごい。で、終わり。わあ、すごい。なんかちょっと嬉しいな、これは。すごい。めちゃくちゃ嬉しいけど、大江郁美の眉毛の太さ、完璧やな。いや、でも嬉しいな、そっちでも。鳥肌立った。いいね、なんか気持ちよくなったって言ってたから。これ、リーディングもいけちゃうな。確かに。そちらでな。あー。やりたい。でも面白そうやな。ね、いい始まり方。うわ、冒頭で見るか見るか判断する。決まるよね。あ、そういうものやって見ますね。見る見る。これ、どんどんでもキャラクター増えるのか。どうなんだろう。そんな4人がいる。ライバルとかな、来てほしいよな。いや、でもこれ嬉しいわ、なんか。ちょっと、ワクワクしましたね。実感が湧いた。なので、皆さんもぜひ完成を楽しみにしていてください。待ってください。面白そう。おじいちゃんと一緒に TikTok 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 TikTok、 アニャピーナッツが好き。おじいちゃんと一緒にティラノサウルス。